今月コロナ禍で久しぶりに行われた防災訓練、18年前の台風で甚大な被害を受けた伊東市宇佐美地区の訓練には県外から移住してきた新たな力が加わりました。避難指示が出ました。菊間駐車場まで避難してください。伊東市宇佐美地区で今月1日に行われた防災訓練です。避難経路の確認や消火器の使い方、そして三角巾を使った応急手当の方法などを学びました。前向いた方がいいです。だからちょっと向こうを見て、私ね、こっちこうしてきて初めてです。3年以上になってあ新型コロナの影響で久しぶりに実施した防災訓練には、かつてこの地区を襲った災害を経験していない新たな住民も参加しました。ちょっとあの川のところすごいことになっちゃってる。どうしよう。2004年10月、伊豆半島に上陸した台風22号。大雨で伊東市宇佐美地区を流れる烏川が氾濫し、大きな被害が出ました。この家はなんとか、この売店は残ってましたけど、ともかくここは全部もう水が、濁流が流れてまして、でここに流木がいっぱい詰まっちゃったんですよ。ここに、流木が全部ここに詰まっちゃって、でここが詰まっちゃったんで水がみんなこっちに流れてきちゃった。当時は本当にゾッとしてました。あんな映像っていうか、あんなことがここでも起きるんだなと思って、ね、びっくりしましたけどね。土石流や竜巻も発生し、全壊した住宅は98棟、半壊は182棟に及びました。この年は翌週にも台風23号が襲来。地区の自主防災会が復旧活動や住民の支援のまとめ役となり、その活動が高く評価され、知事から表彰を受けました。連絡も取りながら、防災活動をやったと。ここから指令を出せば、すぐに、皆さん動いていただきましたからね。台風災害から18年、当時の記憶が薄れ、コロナ禍で思うような訓練ができない中、今年は新たな動きがありました。新たに町内に加わりましたので、若き、ね、頼もしい子が、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。東京から5月に移住してきたばかりの若い夫婦がメンバーに加わったのです。コロナになったことによって、僕らも移住してきたわけなんですけど、それによってやっぱこう地域密着っていうか、その本当に近いところでこうコミュニティが形成されてたりするっていうのは、やっぱり今の時代必要なことだと思うから、一人だと不安だから、近所の人たちとこう交流が多少なりとも欲しいなと思ってたので、ご近所だったんですねみたいな顔合わせも兼ねているので、安心して暮らせるなと思って。かれこれ、十何年経つじゃないですか。そうするとだんだん防災意識って薄くなってくるんですけど、ここはなんて後ろに山抱えてますんで、いつああいった土石流災害が起きるかわからない。訓練が大事ですね、コロナ禍で大規模な訓練はできなくても、お互いに顔が見えることで安心感につながる。防災には地域のつながりが欠かせません。前島さんがいらしてます。あと